遠藤光夫9月13日から2016年5月16日は日本の放送。元最高裁判所裁判官、弁護士。1930年9月13日、東京に生まれる。1952年に法政大学法学部を卒業し、司法試験に合格する。法政大在学中は弁論部に在籍し活動した。 1955年に弁護士登録し、法政大学の講師を兼務する。1981年、司法研修庶民事弁護教官を務め、1984年に法政審議会委員に就任する。1986年に東京弁護士会司法修習委員長、1988年に日弁連司法修習委員長を務める。 1995年2月13日に最高裁判所判事に任命され、2000年9月12日に退官する。法政大学出身の最高裁判事は、小谷勝重に次二人目である。また、2001年に法律婦助協会会長を務める。2002年に、君一等随法賞を受賞。2016年5月16日、蜘蛛膜下出血のため死去。 85歳没、のぐ正造くらい、日本新党繰り上げ補充事件、愛媛県、安国神社玉串料訴訟、東電を終える殺人事件など、ありがとうございます。